チリア戦に三笘が加わっていたら、ワクワクが止まらないけん。今日の試合に三笘入るだけで、チリア泣くやろ。前線はこれでいろんないやろ。伊藤久保共存余裕やな。今回で、久保と IJ が共存することができたから、あと三笘が揃った時が見たいな。この2列目は、さすがに贅沢すぎる。やっぱり今日のガチ面は強かった。ここにまだ三笘もいるという。三笘久保伊藤って、世界でも指折りの2列目だろ。破壊力ありすぎていっそ別々に使って、ワールドカップではターンオーバーさせたいレベルだわ。想像するだけでニヤニヤしちゃう。三笘いなくてこれだし、二次予選はもう怪我しないという、タスクの方が重要。三笘久保伊藤の並びにするほど、切羽詰まる試合なさそうなら、本大会まで見せないのも手だな。鎌田に中村敬斗とか堂安も結構なレベルにあるわけだし、上3人のうち2人揃ってあとこいつらが梅や、最終予選の難しい試合でも普通にクリアできそう。三笘伊藤の両サイド突破と、久保が降りてくるサッカーに対応しなきゃいけない、アジアカップの対戦チーム、割と悪夢だろ。後ろに富安と板倉、そしてデュエルバカ遠藤、悪夢でしかない。これに鎌田も使いたいけど、森田は外したくない。ほぼ押し込まれない今日みたいな展開だと、三笘よりケイトのが良さそう。今日のスタメンで左に三笘置いた場合、交代して得点期待できるのケイトくらいだな。堂安と滝は投入して新たな流れ作るどころか、余計に停滞した気もするわ。中村ケイトと伊藤はクラブも同じだから、これからどんどんフィットしていくし、後半からコンディション万全の三笘出てきたら、フランスでもブラジルでも脅威だからな。三笘久保伊藤軸に中村ケイトと鎌田がいれば、2列目は万全よ。マジでこれずっと言ってる。でもなんだかんだで揃わない。